はいどうも、ととまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコースリクエストをいただきました。階段しかないのになんでこんなにむずいの？一応今のところクリア者が出ておりません。一回もダメージを受けないでゴールやってまいりましょう。時間設計とかがきついんかな。時間は全然大丈夫なんだ。これなんか嫌な予感すんな。これこれつまりこれファイヤー取っちゃダメなんじゃないの？そういうことだねー。マジか、マジで言ってんの？いけない？これ頑張って、まあいけないか。マジかよ。ちょっと待って、ダメだいや、きつ、いやー、あんま得意じゃないなこれ。え、めっちゃむずい。え、これ取らずにいける？これ、取っちゃうね。これ乗れてない、乗れてない、取っちゃう。え、ちょっと待て、いや、ごめん、え、乗れんくない？え、これさ、え、取らずに乗ることってできる？ごめん、こんだけの回数やって一回も成功しないんだけど。え、これさ、え、いける？これ、いや、これ多分取っちゃうんだと思うわ。アイテムを取っちゃダメコースに見せかけて、そういうわけじゃないんじゃない？ワンチャンこれだから頑張っていけるんじゃないのかっていう気がちょっとするな。それかなんかあるとか。なんもない、なんもないか。あったね、あったねまあまあそうだよな、無理だもんな。まあまあこれはこういうコースだったね。まあまあまあこれはこれという感じでクリアいけました。 OK というわけでコースアイディアありがとうございました。コースリクエストは動画のコメント欄などからいつでも受信します。というわけでマリオメーカー2やってまいりましょう。砂漠でサンボとの仲良し90秒スピードラン、最後にあるスターランが楽しいのでやってほしいのと、時間は長いですが難易度はそこまでなので楽しめますということなんですけれども、今のところクリア者がね結構出てないんですよ。やってまいりましょう。サンボを60体以上倒してからゴールさあさあさあ、3本60体倒すというワールドスピル。なるほど、こっちこうだね。これ時間ギリギリなんかな。時間設計がきついかどうかによって難易度が。え、こういってこう、あ、なるほど、なん、あのドクロをもう一回再利用することでなんかなる。あ、そういうことか、飛ぶんだ。ここでも結構中ジャンプの使い分けが結構難しめな感じもするけど、まあ確かにここは道案内通りに違うか。まずそっちか、合ってる？いや、まずこっちなんじゃないか。進路がなかなかに難しいね。なんか二股に分かれてるところが多いから、どっちに進むんだろうって一瞬になっちゃうところはあるけど、あ、これでやっとここか。あの下のところはまだ良かったんか。じゃあワールドスキンだから三段ジャンプはないから、あんまり、え、あ、でこれで下か。ちょっともうちょっとあれだねもうちょっと分かりやすく矢印敷いといてほしい気持ちもあるね。ちょっとこれは間に合わんね。これ多分ね、一回こっち行って、これ取って届くかこれ。あ、届くんだ。オッケーオッケー。まあ、届くならこれが正解だねという感じですね。このコース、その時間がどうなってるかによるかなという感じなんだけども。まあ、というわけで、ちょっとこのコース走りながら、ちょっと一点お話をさせていただきたいことがございまして。というのも、ちょっと先日、コミュニティ投稿にも、投稿させていただきましたけれども、ちょっとですね、ここ数日、ショート動画をなんか大量に投稿しているかなと思います。これ間に合うかこれ。これ、ここからこういっちゃう、こういっちゃうのが絶対早いと思う。オッケー、多分これでさすがに間に合ったんじゃないかなと思いたい。オッケーオッケー。で、こういって、こういって。そう、で、まあそんなに、深い理由ではなく、単純にね、すごく単純な、話なんですけど、本編動画とショート動画の間のタイムラグがちょっとひどいなっていうことが、ちょっと自分の中でちょっと気になってきてまして、合ってるかこれ。こういって、こうだ、合ってるわ。そうそう、なんか本編動画出した1ヶ月後くらいにやっとそのコースがショート動画になるみたいな、ちょっとタイムラグえぐいなっていうのがちょっと最近ずっと気になってて、まあでも1日1本スタイルだとどうしてもね、そのタイムラグって生まれちゃうんですよ。だからそれをちょっと1回解消させたいなと思って、
やっぱりなんか鮮度というかね、やっぱりこうこのコース面白かったからすぐショート動画にしたいなと思ってもできないジレンマが自分の中で、あったんで、それをちょっとなくすために一回ちょっと時間というか日付が合うようにちょっと一回このショート動画を複数本出すことでちょっとこう時間追いつかせて本編動画の次の日ぐらいにショート動画にできるようにちょっとスケジュールを詰めようかなという、あの日程を調整したいだけでやってるだけなんで、あのそんなに深い理由はないんで皆さん気にしないでください。というわけで、ここから数日間ショート動画1日数本出るスタイル続くと思いますけれども、そのうちまた1日1本に戻ると思いますんで、あんま気にしないでください。すいません、どうも世界一長いレベルの3段ジャンプクライズ 0.45% をやってまいりました。さあ、世界一長い三段ジャンプ系コース、先日もちょっとねプレイさせていただきましたけれども、今回はどんなコースなんでしょうか。制限時間300秒、土管が2つあるのが非常に気になる。さあ、これ土管入ってまいりまして、ちょっと今のところコメントを差し控えよう。ワン、ツー、カン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 、結構きつめだね、結構きつめに作られてるね。まあまあ、ここまではまあまあまあセーフか。あ、まあまあまあセーフか。ちょっとね、まあ、すごい有名なコースがあるんだよね、三段ジャンプ系のコースって。そう、その有名なコースにちょっと似すぎてたらちょっとあれという感じはしましたけれども、まあまあまあセーフかな。最初のね、氷ブロックでちょっと二段目をやるあたりはちょっとその有名なコースにまあちょっと似てる気はしましたけれども、まあまあまあセーフの範疇でしょう。結構難しいね、このコース。オッケー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 。は？どういうこと？あ、こっからはこのふわふわで継続していけってことか。あ、なるほどね。結構難しいな、そのコース。ちょっと待ってよ。ってなったら、ふわふわを継続しつつ、こう、三段ジャンプを継続しつつ、ブンブンを倒していけってこと？これ、ワンチャンこう入れるんじゃないの？うん。入れるよね。そうだよね。これは怪しくなってきたな。ちょっと待って。クリアチェックは？ベストタイム42秒ってことはもうこれでやってるよね、絶対に。ブンブン倒してないよね。クリアチェック52秒。これ怪しくなってきたな。これはやるべきなんかな、正規ルート。ちょっと待ってよ。これさ、このさ、3段目さ、ここに落ちてきたときさ、この竜巻のやつって、スクロールの画面内に入ってきた瞬間はまだこのふわふわしてなくて、その一拍置いてから竜巻が発生しだすから、多分ね、これね、3段目ここ継続できないんじゃないかなって思うんだよね。うん、いや、できたらごめんね、できたらごめんけど、まあでもあの土管がある時点でもうちょっと怪しいからな。これで、この上に行ったらこれどうなんの最終的に。ちょっと今、まあここまでで制限時間確か300秒だったよね。いや、これはちょっと、いや、これはちょっとな、これはやってないな、これ。やってない濃厚だな、これ。まあ、というわけでね、この世界一長い三段ジャンプという、コースなわけですけれども、まあこの2段目をね、延々この3段目を出すことなく2段目状態でくるくるし続けることで、まあ3段目が出せない。2段目を継続した状態でこうずっと、まあ落ちていって、まあ最後下の方に行った時に3段ジャンプが繰り出せるということだと思うんだけど、ここでね、やっぱ地面ついちゃうと思うんだよね。まあ竜巻が発生しきってないから。で、ここ3段ジャンプ継続していけってことでしょ。これいけるかなあ。っこね、なんか勢いでどうしてもちょっと行き過ぎちゃうんだよね。で、多分これ竜巻に乗って3段ジャンプキープしたままブンブン倒せってことだよね。いや、これな、正規ルートいけるんかなという感じがちょっとするんだよね。まあちょっと気になるから一応行ってみるわ、最後まで。この鍵を持ってどこかにどうか行くことによってなんかなるんかな。ちょっと待ってよ、普通にむずいよな。なるほどね。まあ本来の想定ではここで3段ジャンプをせえということか。まあ確かにそれは3段ジャンプせんと届かんか。いや、これ多分な、これにはやっぱ乗れないんじゃないかな。ちょっと待って、これさ、あー、なんかこれちょっと今分かったわ。これさ、こっから最後3段ジャンプしようとして2段目そこの氷ブロックで着地しようとしても、その下の竜巻でふわふわなるから、これ3段ジャンプできない気するわ。うん、
だからやっぱこれやってないな。やってないね。やってないよ。てか、ブンブン倒す時間が無理だもん。クリアチェック52秒だったら。うん、まあまあやってないわね。